はい、皆さんこんにちは、ラン1号さんです。今からですね、洋ラン、これミニカトレアなんですけど、今からこれを鉢から出して木に着生させる作業をやろうと思うんですけど、その際株分けをしながらやっていこうかなと。そして株分けってした方がいいよねって、これあくまで私の個人的な意見ではあるんですが、株分けはした方がいいなと思うことをちょっと今ね語りたいと思います。なんで株分けはした方がいいのかっていうことをちょっと私のね失敗談ですね、失敗談をちょっと語ってみたいんですけど、これも洋ランなんですが、もう見た感じほぼほぼ枯れてしまいました。これ枯れる前はですね、もう全体が青々としてもう生い茂っていたんですが、このでっかい面積の真ん中あたりから徐々に枯れていったんですよね。で、徐々に枯れていって、全体に広がってしまって、もう今、枯れてしまった。まあ、春になって外に出したら、ところどころ青い部分が復活してきてくれているので、ちょっと復活したら、青い部分だけを、取って、またね、この木に着生させようかなと。だからちょっと青い部分復活してほしいんですけど、まあだから失敗とは、私の失敗は何かと言いますと、このようにでっかい大きい感じで育てていると、真ん中からだいたい枯れていってしまう。で、それはどんな理由があるかというと、風通しが悪いらしいです、どうやら。こうやってね、ちっちゃいと風通しもいいんでしょうけど、でもこれちっちゃいからじゃあいいかってわけではなく、こうちっちゃくても、このようにこれはもう歯が密集してきたんですが、こうなると風通しがやっぱりね、歯が生い茂ってないよりは、このように歯が生い茂ってる方が風通しがやっぱ悪くなるそうで、で、風通しが悪くなると湿気とか、まあね、ウイルスとかね、そういうのがちょっと発生しやすく、結果このように、真ん中から枯れていってしまうっていう現象があるらしいです。で、実際これ私体験したものです。なので私はこれで勉強しました。こうやって大きく育てると、わわ大きくて嬉しいなって、本当これ嬉しかったんですよね。ここまで大きくして、こんな大きい洋蘭私は育ててるんだとかって思ってたんですが、風通しが悪くて真ん中から枯れていってしまったという、もうね、だからそういう私の失敗談。まあこの私の失敗談というのは、私がど素人というのもありますし、私が洋蘭の育て方が下手だっていうこともあって、洋蘭の育て方がね、うまいという方にはね、ちょっと参考にはならないかもしれないんですけど、でも私がど素人だからこそ、失敗したことを語れることもあるかなと思って、今回動画に撮らせてもらいました。なので株分けはした方がいいかなと、風通しの面を考えて株分けってした方がいいよねっていうのをちょっとね、今日は語りたかったです。まず、それを念頭に置いて、じゃあ今からこれを株分けしていきましょうね。水につけて、これも水につけて、水苔をね、ちょっと、水を吸わせてでやっていこうかなと思います。はい、ではやっていきましょうかね。これね、取るのが難しいんですよね、これ。難しいな。これね、強引にやるとね、根っこが鉢に、くっついてたりするんで、もう怖いな。よいしょ。取れた。それでは、水苔をほぐしていきましょうかね。こ
これもね、丁寧にやらないと根っこが切れたりするんで、根っこはね、貴重なので、私にとっては木に着生させるので、はい、ほぐすこと11分、2分、3分ほぐしました。で、こんな感じでほぐしたんですけど、なんかね、どこで分けようかな、どこで株分けしようかなと思ったら、なんかうまい具合に2つに分かれそうな雰囲気があるので、ちょっとね、ハサミで、切ろうと思います。ポイントはこれか。よいしょ。どうだ、切れたか。おし。それでは木を選ぶんですけど、なぜかサザエが、なぜかサザエが入っている。いろいろ探して、ここだけ探すだけでね、もう20分ぐらい経ってんですよね。まあ、これが、醍醐味という楽しみでもあるわけなんですが、これを選んで、でこれをこれで立てて、でこの子をこの上にね、乗せて乗せて、こうやって育てようかな、こうやって育てようかなと思います。では今からこの子を、よいしょ。まあね、この結び方というのは、きつすぎず、ゆるすぎずをモットーに、なかなかね、難しいんですけど、でも私は性格が適当なので、まあ、適当にやるんですけどね。はい、こんな感じで一つ完成しました。ここまでで一株やるのに30分、40分ぐらいかな、かかってますと。残りの鉢がね、あと30株ぐらいある。ということは、単純計算で、単純計算ができないてな感じで、こうやってね、株分けをして、木に着生してっていう作業を、やりました。ということで、今回は以上です。